フロワード岬フロワード岬は、マゼラン海峡の途中にある。フロワード岬は、南アメリカ大陸最南端の場所である。チリのブルーンズウィック半島にあり、マガジャネスイデランタルティカチレイナ州に属する。南位53度53分57秒整形71度18分30秒。南位53.89917度整形71.30833度。 マイナス53.89917マイナス71.30833587年1月、イギリスの探検家、トーマス・キャベンディッシュにより発見され、風雨が激しいことにちなみ命名された。フローワード岬の丘には、海の十字架と名付けられた、金属製の巨大な十字架が建てられているが、周辺の風雨が激しいためにたびたび建て直されている。 最初のものは1913年に作られ、現在のものは1987年に、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世の地理訪問の記念に建てられた。フローワード、デフィニションモアフロムザ・フリー・メリアム、ウェブスター・ディクショナリー。メリアム・ウェブスター、2010年12月19日、閲覧。シノニムズ、バット、コントラリー、エレント、ノーティー、ミスビヘイビング、ミスチバス。 ありがとうございます。